一番くじオンラインから届いたものがあるので開封していきます。今回は一番くじの BT イシビルハッピーバスタイムオンライン限定くじです。でこちらは追いガチャ20回の結果になります。あまりにもアクリルチャームばっかり出すぎたんで追いガチャしたんだけど、結局アクリルチャーム時刻っていうね、2回目ね、2回目。じゃあ追いガチャ紹介していきます。まずは一番下のL賞からです。のアクリルチャーム全8種です。で1箱目だけ箱1を見ていきます。簡単にこれもこれだけですでに20回中9個です。じゃあいきます。で前回1回目で出なかったのがマントクッキーです。でその2体が当たってくれればなって。まだ報われる、出なかったのマジ地獄。まず半分これってことでしょ。そうだ地獄見た時点で地獄だよ。えいせーのせ、あこれはじゃん、あー全員です。全員です。前回出ております。全員も可愛いからいいや。そう、まあくまで一応はマントクッキー狙いです。マントクッキーなんだね。2回に追いガチャだから。そう、あガチャじゃないか、追いそう追いくじだから。せーのせ、せーのせ、わー3体目です。タカです。前回と合わせて3体目。そう、こんなに推し来るのある意味すごい。そう、じゃあいきます。オランの推しです。一斉のせ、一斉のせ、あ来た、マンです。マン来ました、マン来ました、お風呂マンで です。やった、あとクッキーです。あとクッキー、推しのクッキー、一斉のせ、あ出てただよだからこのもう分かるタタです。前回と合わせ4体目です。すごい、ちょっといろんなところにつけられる。じゃあ次行きます。やばいね、タタだけはもうわかるね。わかるよ。いい、うん、一斉のせいるいるよ、もうじゃんタタです。タタです。5体目です。前回倒してこんなことある、大量生産中です。じゃあ次行きます。待って、これだけでもう3個目。そう、はい、いやクッキーきつくなってきたな。一斉のせ、せーのせ、マンです。マンです。ファブリです。あと3個、あと3個にクッキーがいなかった、きつい。こんなに引いといて、きついね。だって今回この全員以外もガブリっていう、マンとタタしか出てない。そう、マンとタタしか出てない。やばいね、やばい。ほんとタタがね、もう出た瞬間にすぐ分かっちゃうっていう。せーのせ、あーあーこれも分かるよ全員です。みんないるやつです。ついにやばい、お前全部全部ガブリです。いやさっきは調子良すぎた。そう、1回目いい、せーのせ、まだわかんない、いせーせ、あーシキです。前回出ております。やばっす、で最後に1個、ここにクッキーが入ってなかった。クッキーだけいない、いきます。せーのせ、せーのせ、あーマンです。かぶりかぶりがすごい。今回9個かな、9個の結果はタタ3体、マン3体、全員が2枚で手記1枚。すんごい偏った結果になりました。じゃあ以上が J 賞の紹介、アクリスチャームの紹介です。次いきます。続いては K 賞のグラスコレクション全7種です。じゃあ箱を見ていきます。表のこの RJ 見て、濡れネズミよ。そう、かわいい。で前回一応紹介しここでさせてもらう、前回はタタとマント、うん、小屋、あ小屋の3体が出ております。だから番があるのか分かんないけど、ないか、バン。7種だからない。ないね。チミーとクッキーと、ジェイとシュキーが出てほしいです。で、クッキーまあ出てほしいかな。アグリチャーム1個も出てないんだ、まだ。うん、じゃあ、いきます。せーのせ。んタタか。タタでーす。タタです。タタさんです。俺、ヒヨコ。です。ヒヨコと、まあ、虫だからね。この、あわあわタコチュウ。です。じゃあ次行きます。箱は最初に1個だけね。せーのせ、あーあー小屋です。やばっす、まさかのバスローブで す。前回出た組が出ております。出てま
ます。じゃあ次行きます。せーの、せーの。じゃん。チミーでーす。チミーは前回出てないでーす。こっからの海じゃない？あ、確かに。失った。繋がってる。この失ったここ？そうそう、小屋の耳ないって言ってたら、小屋の耳がチーミー持ってました。ちょっとびっくりしたんですね。びっくりしてる。ヘアバンドです。やったー。よし、やっとかぶり時刻から抜け出したかな、前回と。今回グラスがいっぱい引けたから。そう。じゃあ行きまーす。いい。せーの、せお。お。シュキでーす。でーす。また違うのやった、うん。シャワーヘッド持ってる。そうだね。ヘッドだけで、後ろがパック。あ、パックか。パックでーす。どうす。手記用の。手記でーす。手記でーす。いいよ。いいよ、流れは。じゃあ次行きまーす。一斉のせ。あーまた小屋でーす。まだ始まったから、食べる。グラス欲しい。小屋、前回と合わせて3個目になります。今回2個でーす。RJ とクッキーが欲しい。そう、RJ とクッキー欲しい。じゃあ次行きまーす。いっせーのーせ。あーあー、畳でーす。今回畳すごいな。畳嬉しいけど、推しだから、うん。お揃いであっても可愛いよね。うん。畳です。ただ出てないの欲しい。さあ頼む、RJ。RJ、こんなにいっぱい引いたのに。じゃあ行きまーす。最後に1個グラス。いいっせーのーせ。あーあー周期でーす。かぶっちゃいました。じゃあ今回の結果が、タタ2体に小屋2体、チミーとシュキ2体でーす。かぶった。そう、チミー以外かぶりっていう。でも惜しかった。あと2周。うん、2周。あと2周。アクリルチャームはあと1周だったな。だからそんな感じだから、まあ、まあ、引いてるってことなんだよね。そうそう。やんばい。出てまーす。じゃあ今回は何、何継承の。継承のグラスコレクションでした。続いて J 賞の選べるヘアバンドランドリーポーチ1個です。全10種で、自分たちが選択したのはクッキーと小屋と串の絵がついたヘアバンドになります。ほんとマーンです。マーンです。じゃあ開けていきます。はい、このブルーのヘアバンドです。です。ここは刺繍になってます。そうね。だ意外にね、マーンとこのクッコヤが分かりづらいっていうことで、同色意外に水色と同じ色で、うん、ちょっと見にくいから。そうそう。でタオルになって、ここにタオルがついてる。ああ、どう。タオルの生地で気持ちいいです。で今回はこれ1個しか当たんなかったので、これを選びました。じゃあ続きいきます。続いてチンパが欲しかった H 賞のバスタオル全一種です。です。まあ、チンパね、なんか、その、ディズニーとか何とか言っても、このバスタオルが買いたくなっちゃうんで。バスタオルいいよね。うん。バスタオル欲しかったんで嬉しかったでーす。じゃあ、箱に1個しか入ってないから。そうそうそう。開けていきます。開けない。じゃーん。じゃーん。ツルツル、ツルツルではない。うん、ひどいツルツルではない。使えそう。こんなでーす。で、じゃあ、ちょっとだけずらしていきます。まず、右側にずらします。そうすると、チミから、とマンが出てきて、マン、あ、チミーマン、RJ コヤ、クッキーシュキ、タタになります。で最後はバンになります。なぜか RJ がバンのスポンジみたいなの持ってる。そうだな。でちょっとだけ下に下げます。そうするとこの文字が出てきます。ロゴが BT21。なんか淡い感じのパステルな感じです、うん。で裏生地はちゃんとタオルになってます。タオルでここに一番くじのロゴがあります。ます。タオルはね、ほんと使えるんで、すごくいいです。いいです。です。ほんと嬉しかったです。じゃあ今回は、H 賞のバスタオル全一種の紹介になります。じゃあ次行きます。続いて、F 賞と G 賞の、タダとクッキーのぬいぐるみの紹介になります。じゃあ、タダから行きます。開けていきます。じゃーん。星が引けました。さあ。タタです。タタです。ひよこさん持ってます。フェルトのひよこです。です。で、お風呂のバスタオル巻いてます。ちゃんと模様もある。模様もある。なんかプリントみたいな、ペリペリしたやつ。なってます。ます。タグです。
こんな感じです。です。かわいい。うん、お風呂タタです。です。じゃあ続いてクッキーの紹介していきます。開けます。じゃーん。これまでクッキー出てないから、ここで初めてのクッキーです。串持ってます。ペラペラの串。ペラい串。平面の串。串洗うやつ。ブラシなの。ブラシかな。体の。そうだ、ブラシ持ってる。泡パンツみたいなの履いてるから。そうそう、この泡はついてます。まーす。顔がかわいい。でもなんかちょっとなんかシャーこの野郎みたいな。そこの線とかもあるから、ね、ちょっとアゴタン気味になってる。かかってこいみたいな顔に見えるな。うん、後ろこんな感じです。お尻のハートはない。泡で隠れちゃう。あ、そう、泡で隠れてない。こんな感じです。泡で描く。この何、バスタオルバージョンと泡泡バージョンがあるね。そう、クッキーは泡泡バージョンです。です。でこんな感じです。です。確かにこの口の部分がちょっと違う、ね、うん。じゃあ完全にシャーコかかってこい、ね、しゃくれてる。という感じで、推しのタタ、あ、オラン推しのタタ、第一タタと2番目のクッキーっていう最高の形で当たりました。じゃあ以上です。